恵子さんここはなんかゆったりしててとこですね。そうですね、まあ、ぼーっとお庭眺めて過ごすっていうのがね、まあ、一番楽しい時間です。ええ感じです。いや、富山さん、あ、はい、もう始まってます。あ、始まってたんですか。ちょうどこれはあの前回ねお庭拝見シリーズで、はい、あの玄関アプローチの話を紹介しました、はい、今回は中庭ということでね、あのもうすっかりくつろいでらっしゃるんですけど、いやもう完全に恵子さんのプライベートガーデンですよね、ここ。そうですね、うん、本当に外からは見えないよね、はい、まあ、中から、うん、あのお部屋の中から見て楽しむっていうのはほとんどですね。だから余計ね、なんかゆったりするんですよ。まあ、自分の好きなものだけ植えてるっていう、うん、みたいなところですから感じになります、はい、ここって南こっち南側っておっしゃってましたけど、はいはい、あの塀があるので、はい、随分とその日陰のスペースと日向のスペースとはっきり分かれちゃうんですね。はい、どうしてもね、なんかこう、うん、日差しの、うん、あの届くところは本当に過酷で、もうどんどん枯れてしまうんですけれども、逆にあの影になるところはずっと日陰になるということで、うん、ちょっと植えるものを考える、はいはい、もともとあの、うん、家を建て替える前から植わっていた木がほとんどなんです。はい。恵子さん、ここ本当にプライベートな空間って感じがする。ありがとうございます。すごいゆったりしてて、植物に包まれてる感がね、満載。そうですね、うん、まあ、普段いつもこう部屋の中からお庭眺めてぼーっと過ごしてるんですけれども、結構一番この向こう側がオーライなんでね、はい、うん、あの人目が気になりますから、あ、カーテン下ろしてはるんや。そうなんで、3分ぐらいね、うん、こう視線を遮られるこれぐらいにいつも下ろしてまして、はいはいはい、だから家の中から見るのは実際はこの手前のあの花壇スペースしか見えないんですよ。あ、そういうことなんや。はい、あの塀の高さまでカーテンを下ろされて目隠しをした上で、普段ここで暮らしながらここを見てると。そうですね、どうしても人通りが気になりますから。だから結局こういう目線で見たら一番ほっこりするんや。そうですね、だから結局塀の近くになった日当たりが逆に少ないので、日陰用の植物を植えないと維持できない。あそこはアジュガですね、はい、紫色とかお花咲くやつですよね、はい、で隣のやつがヤブコウジですよね、はい、まあ、典型的な日陰に強い植物をこう植栽されてるというね、結構ね幅あると思うんですよ。今歩いてる距離こんだけなんですけど、そっちからずっとこう、あ、実はこう斜めにね、斜めになってるんですね、細くなってるんですけれども、斜めになってる、ほんまや、でもちょっとこう遠近感でなんかずっと続いてるみたいな、ね、ドラえもんのこうなんかちっちゃくなるトンネルみたいな感じのお庭なんや。確かに、はい、だから余計遠くに見えるんや。そういう効果はあると思います、すごい考えてるな、すごいな。今でしたらちょうどあの、うん、ムクゲがね、はい、はい、あ、本当や、咲いていて、ムクゲが咲いてますね、はい、もう夏はこれですね、やっぱり元気で可愛、はい、いですね、はい、うまいことしてあるな、すごいな、はい、で、まあ、季節の花がね、うん、まあ、今はムクゲやから、これからあそこのほら、うん、あの襲名菊とか、襲名菊が気になって咲くね、はい、この紫式部、ああ、これもこっちが紫式部ですけどもね、だから季節を感じられるんや、ね、で、こちらでやっぱりうまくリーフを多用されてるので、この染料の下のギボウシもちょっとこの外フが白いの入るだけで明るく感じますね。こういう足元っていうのは意識されてるんですか？はい、どうしてもやっぱり室内から見た時に見えるのがこう、あのこの辺りの足元のところがやっぱり一番よく見えますから、まあ、そこにこうできるだけ季節のものがこう順々に花が咲いたりするように考えてます。特にこの辺のね、フの入り方、リーフの色の違いなんて本当秀逸ですよ。うまい具合にその寄せ植えされたコンテナをキュッてこうまとめて置かれてるので、鉢が見えなくてすごく自然に植栽されてるように見えるところが恵子さんのすごいとこですよ。だから、まあ、地植えのもあるんですけれども、うん、結構あのハンギングの、うん、あので使った素材を
こう地植えにしたりとかして、あ、はい、ここは地植えですね、はい、こういうあのヘリオプシスですね、ハンギングに入ってた子なんですね、はいはい、夏でも元気な、はい、とかの、まあ、プリペットなんかも全部こんなちっちゃいハンギングの素材だったのをこう庭に持ってきて植えて使ってます。だってこれも鉢でしょ。そうですね、はい、このアイビーの垂れ下がりが完全に鉢を隠してあるんで、だから冬になったらこのペチュニアの代わりにハボタンとかジュリアンとかで、うん、あのやるんですけどね、なんかそんな風にして、はい、もうあの部屋の中からはこの下のスペースしか見えないので、そこに常に花が絶えないようにっていう。この唐辛子はあれですよ、でも一度あのお店で2ヶ月ぐらいに買ったんですけれども、うん、全部実がね落ちて、あ、落ちちゃった、はい、でその後もう一遍花が咲いて、うん、次の実ができてるところなんです。できつつあるんですね、はい、色変わっていくんですね、今度かわいいでしょう。これね、白から黄色赤になっていくっていう感じで、ね、これもやっぱり暮らしてるからこそこの色の変化を楽しめるんですよね。恵子さんにとってこの庭ってプライベートガーデンって何？うん、もうあの日々の日常です。日常なんですね、はい、毎日の楽しみっていうか、まあ、今はこういう感じですけど、うん、秋になったらもう全部紅葉してきますし、季節それぞれのその姿形の変化を楽しめるんですね。それをこう日常生活されながらあっち行ったりこっち行ったりしながら、そうですね、ちらちら見てある、はい、でまあお花が咲いたら摘んで部屋の中に飾ったりとか、なんとなくね、恵子さんがその辺に立ってね日常忙しくしててちらって見てニヤついてる顔が見えました。あ、そうですか。今日はほんまに楽しんでおります。プライベートガーデンご案内していただきありがとうございました、はい、どうもありがとうございました、はい。